はい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 、皆さんおはようございます、ガミです。僕は今長野駅に来てるんですが、今回この動画は JR ではなくてこっちの方ですね、長電の新しくデビューした元東京メトロ03系の長電3000系に乗ってきたということでやっていきたいと思います。東京メトロ日比谷線の03系というのがついこの間引退して、でいろんな路線に転属しているということなんですよね。で長電にも03系が転属してきて、長電では3000系として走っているということでございます。今回はじゃあ東京メトロ時代と、どう変わっているか、その辺の比較とかもやっていければなというふうに思います。でまずは長野駅から信州中野駅までの乗車券を買いましょう。長電の長野駅の改札前です。結構なんかレトロな感じがしますね。なんかすごい地下鉄みたいな雰囲気がしています。しかも駅の改札の前にこんな感じで玉ねぎとか、ね、いろんなニンニクとか売ってるということで、すごい地元密着感が溢れていますね。で今回は、信州中野駅まで乗るということで、高いね、意外と930円するんだ。おお、なるほど、そうですか、意外と想定以上よりも高かったですね。じゃあ930円分の乗車券を買いましょう。領収書を発行します。改札に入ってきました。おちょうど今7時27分発の電車が出るということですね。この長野電鉄というのは走っている車両が基本的にほぼ全て中古の電車になっているということで、ちょうど7時27分の電車は東急の8500系が使用されるということですね。駅のホームもかなり昭和感満載ですね。このなんか薄暗い感じがなんか東成田感がかなり感じますね。お、来ましたね。お、03系改め長電3000型ですね。側面はもう完全に日比谷線時代そのままみたいな感じですが、停車したらもう少し詳しく見ていきたいと思います。お、ということで来ましたね、東京メトロ03系改め長電3000系ということですね。3000型ではなくて3000系が正しいということです。で外見上の特徴をもう少し説明していきたいと思います。03系時代はこれ向かって左側のこの幕、ここに確か列車番号と編成番号が記載されていたんですが、長電に転属したらそれが埋められているということですね。であとこの方向幕はこれフルカラー LED になっているということですね。確か東京メトロ時代は3色 LED だった気がしますが、ここは新しく改造されています。で長電になったらワンマンになって、であと一番特徴的なのがこれ帯の色が赤色になってるんですね。あ、長電の路線カラーというと赤なので、日比谷線の灰色から前面のこの帯だけ赤色に塗り替えられているということですね。いや、この配色だともう日比谷線というよりかは丸の内線みたいな感じがしますが、そこはまあ置いておきましょう。さっき発車した東急8500系とかはもともと赤だったので色は変えられていないという感じですね。転属に合わせてスカートもこれ取り付けられているということですね。日比谷線時代は確かスカートはついていませんでしたが、長電に転属したらスカートがつくようになったということです。で3両編成に短縮されていますね。日比谷線時代は8両編成でしたね。じゃもう少し側面とかも見ていきましょう。でこれ帯面白いところがあるんですが、この赤と灰色のこの境目のところ、この赤のところにこの段差があるんですよね。そう、ここ今段差を感じていますね、段差。ただこっち側は段差がないので、この赤色のシールを後から貼ったことがよくわかりますね。ああ、元地下鉄の車両なので、この地下にいても全然違和感がないというか、むしろね、これが本来の姿なのではないかなという感じがしますけどね。側面の方向幕もフルカラー LED のものに改造されています。で編成番号も03系から3000系に変更されているという感じです。で3両中の2両目がこれがパンタグラフが2機搭載している車両になっているということですね。
で東京メトロのマークから長電のマークに変えられているというわけですね。続いて車内を見ていきましょう。さあ東京メトロ時代と何が変わっているのか。おお、そう、03系といえばそう、この車内ですよ、この車内。そう、座席こんな感じでしたよね。確かすげえ柔らかかった気がするな。あ、柔らか。ということは座席はこれ長電に行っても変えてないということなんですかね。まあ、座席以外もこの吊り革とかもおそらく変えていないだろうし、このドア上の LED とかも変えてないのかな。でもなんか光沢があるから結構新しめな感じのやつがついてる気がしますが、ただ変わった点というとこの半自動ドアボタンがついたことですよね。もちろん東京メトロ時代にはこの半自動ドアボタンはありませんでした。床の色とかも確かこれね、こんな感じの色でしたよね、03系ね。車両の名番もありましてね、近畿車両平成元年ということで、平成元年製の2020年改造ということで、メトロ車両みたいな感じで書いてあるんですね。まあ動画じゃ伝えられませんが、この匂いもこれ03系のままですね。ああ、いい匂いする。乗車券は信州中野まで買っていたんですけど、まあ、ただこの須坂で降りた方が多分電車的に面白そうなんで、須坂で乗車券を切ることにしました。で03系と8500系の並びということで、この並びはどこで実現するのかなと考えてみたら、これ地下鉄では実現しないんですね。これ直通先の東武でこの並びというのは現役時代も見られたんじゃないかなということで、いやすごいですね。昔まで見られた並びがこの長野の地でも見られるというのがかなり感慨深いです。お、続いて8500系が発車しましたね。わー、田園都市線。スタートがない原型をとどめている形がまたいいですよね。まあ、ただ奥にこれいる8500系はこっちはスカートがついてるんですね。スカートがついてる車両とついていない車両があるということなんでしょうか。で今のこの時期というのはこれ特急列車の本数が減っていて、須坂の車両基地にハイ SE とあとは253系が止まっていますね。特急湯煙号と特急スノーモンキーの車両ということです。でこの長電、面白いのがこれ東京メトロ03系がいたじゃないですか。そう、03系もいるし、なんと日比谷線の03系の1台前の3500系、3600系という通称マッコウクジラの車両も長電にいるんですよね。だからなんとまさかの長電で新旧日比谷線の車両がこの長電で集結しているということで、これ本当に鉄道的にめちゃくちゃ面白いですよね。向こうに止まっている8500系のなんかホロがバカになっていますね。この車両は運用に入ることあるのかな。お、マッコウクジラの電車がすぐ隣に止まっていましたね。このマッコウクジラは長電では2両編成と3両編成がいるということで、2両編成と3両編成で3500系、3600系というのが分かれているということですね。お、このマッコウクジラ、ライトがかなり特徴的ですね。確か東急の7700系とか、この辺も同じようなライトをつけていますよね。ほぼ同世代の車両ということなんでしょうか。
これからじゃあ長野駅方面に折り返したいと思います。もちろん乗車券を津高から長野まで購入したというわけなんですけど、行きの乗車券はね、あれ確か930円で380円分ぐらい余分に買ってしまったんですね。それを駅員さんに言ったらお金を戻してくれました。いや本当にありがとうございます。じゃあこのまま長野に行きたいと思います。お、マッコウクジラの電車が入れ替えを行っていますね。で、すぐ後ろに長野行きの8500系が来ました。こちらの電車で長野方面に向かいます。長野の1個手前の市役所前という駅で降りました。この長電の近く感もかなりなんか味がある駅になっているんで、ここで3000系をもう一度撮影したいと思います。わあ、まず匂いがなんか昔のなんか本当おばあちゃん家みたいな感じの匂いがしますね。でエスカレーターはあって、で床とかもこれね結構本当にもう昭和感という感じしかしないということですね。であとはこんな感じで、水飲み場もあるんですけど、そこにあるこの鏡もね、これもう書体がすごい昔ですよね。うん、鏡をなんか呼ばれた気がした。鏡ってカタカナで書くと、まあいいや。で、チングルマって何これ、チングルマって、まあいいや。で、駅はこんな感じになってるということですね。わあ、これ広告も全部これ本当なんか書体がまず昔っぽいですよね。うん、でこのねいい感じにこう汚れてる感じもいいですよね。で置いてあるベンチもこれ昔のやつですよね。わあ、お、来ましたね。接近放送等は特にありませんが、この地下に響くこの轟音で電車が来たかどうかというのを判断することができるということですね。わあ、もう完全に地下鉄だわこれ。いや昔の日比谷線もこんな感じだったんですかね。じゃあこれに、長野まで乗りたいと思います。終着長野駅に到着しました。こちらの長電3000系は今年は2編成導入される予定 で順次これ数が増えていくということらしいですね。で最終的にはさっき映したマッコウクジラを置き換えるということで、元日比谷線の車両が元日比谷線の車両で置き換えるということが起きるというわけですね。なので、まあ、マッコウクジラもいずれ見られなくなるということなんで、まあ、どちらも日比谷線の車両も今であればどっちとも乗れるんで、長電に来て日比谷線の車両を乗り比べてみてはいかがでしょうか。じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。